サーベイヤー5号はアメリカ合衆国のサーベイヤー計画の5期目の月着陸探査機。1967年9月8日に打ち上げられ、9月11日に静かの海に着陸した。合計で19,046枚の画像を地球に送信している。バーニアエンジンミッションはバーニアエンジンの液体燃料を加圧するシステムでヘリウム漏れを起こしており、失敗の可能性があった。 ちょうど月から 42km の位置で逆噴射を始めた即興の着陸シークエンスが、バーニャエンジンがたった 1340m の高さから106秒で着陸することを可能にした。その後、ヘリウム圧がかなり不足したことからエンジンダウンし、その状態で着陸した。しかし、着陸は成功し、データも着陸後2週間にわたって受信された。 アルファ粒子の広報散乱系を使った小型化学分析機は月面土壌成分の原部岩の測定に使われた。よく似た構造のアルファプロトン X 線分光系はいくつかの火星探査計画に使われていた。サーベイヤー5号はサーベイヤー計画で月面に軟着陸した3機目の機体であり、宇宙機は基本的にアルミチューブの三角形の構造であり、 光学化学装置の取り付け台になっていた。目的は着陸後の画像の撮影、バーニアエンジンによる侵食実験、月面土壌の化学元素の相対量の特定、タッチダウンダイナミクスデータの取得、温度とレーダー反射率データの取得などであった。木ぐいにはこれまでのサーベイヤー計画とほぼ同じように、着陸客、バーニア推進システム、多くの光学センサーが積まれていた。 アルファ散乱装置は表面サンプラーに導入され、活動場の磁性素材の検出のために着陸客に小型磁石の延べ板が取り付けられていた。宇宙機は1967年9月11日0時46分44秒に月面座標北位1.41度、統計23.18度の静かな海の小さなクレーターの20度ほどの斜面に着陸した。 着陸後、月の夜であった9月24日から10月15日までの無通信の間隔を除き同年10月18日まで、すべての実験機のデータを送信した。通信は、同年11月1日まで受信され、その後2度目の月の夜となり、通信は止まった。3度目、4度目の夜明けにも再起動が可能であり、最終的に1967年の12月17日まで、 稼働した画像は3回目の昼を除いて送られている。テレビカメラはビジコン管 25.100mm 焦点、レンズ、シャッター、カラーフィルターからなり、中央の軸から16度傾いた軸に取り付けられていた。カメラは鏡の下に取り付けられており、鏡を動かすことで周囲を撮影できた。また、カメラは地球からの指令に依存して動いていた。 方位で360度、面方線のプラス40度上から、カメラの Z 軸、さらにマイナス65度下まで撮影できた。600操作線と200操作線のモードが使われた。200操作線モードは、無視構性アンテナで画像を送信し、1フレームあたり61.6秒で操作した。完全な画像の送信には20秒かかり、1.2kHz の帯域幅が使われた。 600操作線モードの画像は指向性アンテナで画像を送信し1フレームあたり3.6秒で操作した。ビジコンからの画像を読むのに名目1秒を必要とし 220kHz の帯域幅が使われた。これらの写真は高持続蛍光体に被せられた低速スキャンモニターで表示された。持続性は名目最大フレームレートに最も合うように選ばれた。 TV 式別のフレームは、それぞれの受信 TV フレームごとに受信され、受信画像とともに、レート対応で、リアルタイムで表示された。データは、磁気ビデオテープに記録された。データは、磁気ビデオテープと 70mm フィルムに記録された。着陸から1967年9月24日までの月での最初の昼間帯に18,006枚の高画質画像を送信した。 その後、20日の夜を経て、カメラは再起動し、10月15日から10月23日までの間に1048枚の画像を送信した。その他、4回目の昼までに64枚の画像が送信されたが、これらの画質は夜間の低温にさらされたことによる分解性生物で、最初の昼間帯に撮った写真よりも劣っていた。アルファ散乱表面分析機は、 月面の使用元素の存在量を直接測定するために設計された。6機のアルファ線源からのアルファ線を均等に照射するために装置の底に直径1 0 0、mm、トルの穴が開いており、ここに2つの平行で独立した家電粒子検出器とサンプル台があった。家電粒子検出器は月面からの散乱アルファ粒子のエネルギースペクトルを検出する2つのセンサー。 月面の物質によって生成された、陽子のエネルギースペクトルを検出する4機のセンサー等があった。各検出機アセンブリは、箱を分析機に接続されていた。デジタル電子装置類は、宇宙機のコンパートメント上にあり、実験が行われるたびに継続的に地球に信号を送信していた。月面資料ののスペクトルには、水素、 ヘリウム、リチウムを除くすべての主だった元素の量の情報が含まれていた。実験によって最初の昼に83時間分の質の高いデータを得ることができた。2回目の月の昼には22時間のデータが蓄積された。しかしながら2回目の昼からの検出機のノイズはデータ量の減少の問題を提起した。ありがとうございます。